はい、皆さんこんにちは。今回なんですけどね、余裕で2019になりました。イエイ。まあ一瞬だけ入れたっていう人は結構いたんですけど、僕一回も入れてないので、もうこれが初めての2019の、入り口を開けるということでね、もう早速やっていきたいなと思います。お、わ、来たー。新しいシーズン始まりました。来たー。どうしよう。あー、すごいな。あ、Jリーグやっぱりある。すげえ。まあ、僕インテル好きってずっと言ってたので、インテルナツヨナーレになってる。インテル行きたいと思います。決定。お、新たに12人選手がされました。新たに獲得、ここですよね。やっぱり最初の楽しみは獲得をします。さあ、選手獲得。お、デリフトだ。お、トレイラー。え、ジョルジーニョ。おお、好きな選手ばっか。デリフトね、アヤックスのセンターバック若き。やっぱレベル76すげえ。で、トレイラー。サンプドリアの時からね、好きだったんで。おー、いいっすね。で、ジョルジーニョ。まあ、ジョルジーニョかぶりなんですけど。まあ、でもレベルね、50でゲットできたんで、ちょっと嬉しいかなと。で、お、シングルズソン、エバートン。おー、シングルズソンもね、アイスランドかな、の星ですよね。アイスランドか。で、お、ラフィーニャ。ね、インテル残ってほしかったんですけど、まあまあまあ、嬉しいですね。で、お、テリス。おい、元インテル続き。テリスも、多分持ってたんですけど、もうでも、いいですね。で、フェリナ。お、フェイエノールトのフェリナ。これ僕、ウィル2018、プレステ3で結構取ってた選手ですね。はい、次。あ、ハズリ。ね、モロッコでワールドカップもね、活躍してて、活躍というか、まあ、注目浴びてて。おほほほほ。次が、お、ベンテケ来た。で、次、お、エンゾンジ来た。エンゾンジっすね。ローマに行ったのがびっくりですけど、セビージャにね、行ってほしかったなと思いますけど。次が、お、デロッシ。デロッシ、ローマ、レンチャンで同じポジション。デロッシ。で、お、ミトロビッチ、銀のミトロビッチですね。ミトロビッチ、ニューカッスルでウィリアった時とか結構使ってましたね。僕ミトロビッチ大好きです。はい、そんな感じですね。はい、ということでね、 GP5944 でコイン10ということでね、もう気づきの方は分かると思うんですけど、まあ2018の時にガチャ引いて終わりました。はい、まあ、あの 黒玉とかね、銀、あの金とか変わった選手とか何人かいると思うんで、選手を見て今日はちょっと終わりたいなと思います。で、選手、おお、あ、レベルちゃんと上がってる。すげえ。あ、トーレスがトスのね、ユニフォーム変わってますね。お、メッシ。94。すごいな。あ、ムバッペ。これね、トツしたんで、94で登場してよかったなと思います。94ってやばい。あ、で、サラーも90で。ここの右ウィングすごいですね。で、アンヘル・コレアとかね。あ、トレドが。トレード銀にな、銅になってるな。トレード銀だったんですけどね、銅になってますね。スピードが速い選手でね、結構ウィレで取ってたんですけど、若くて。いや、クアドラードもね、クアドラードも金になっちゃったっていう。アセンシオも90で。いやー、ここもね、結構終わりらへんに、アセンシオ2体目引いて、突しといたんで、よかったですね。あ、で、パウリーニョも黒に昇格と。フェライニが銀になってる。フェライニ銀か。エンゾペレスも銀に変わってますね。で、カルロス・アリネが銀に昇格と。ね、まあ、バルサの期待の若手ですよね。で、マティッチも黒で上がってと。あ、ステファノ選手はどうのままだったか。まあ、僕これ殺走路の時ね、ウィレ、プレス3で結構使ってました。ステファノ選手。あ、ホセもそうね、ホセ、クリボビアクあたりも銀降格で、あ、ファンフランも下がったのかな。あ、で、デルフが金昇格と。で、ヤングもかな。で、ファンダイク、クリバリの黒昇格2人組ですね。で、あ、スピリックエタンか。で、バルザーリが銀降格と。アリソンも金昇格。マンガラも落ちたのか。で、レノンか。レノンも黒昇格でね。キーパーで黒を引いたことはなかったんですけど、まあ昇格2体が出てよかったなと思います。そんな感じですかね。
まあね、これもね、次回とか、ガチャ引く動画とか、あと試合もね、また別の動画で、ね、ちょっとやっていきたいなというふうに思います。とりあえず今回は、VA2018 から2019になって、ようやく、操作できましたよっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とか高評価よろしくお願いします。さよなら。